はい、どうもウチャーです。はい、今日もねギルティギアやっていこうと思います。昨日とか一昨日の動画ね、さすがに、あ、ちょっとごめん、間違えた、プレマやっちゃった。昨日とか一昨日の動画さすがにね、ちょっと喋る方にね集中してしまいまして、プレイがね雑になりすぎてました。はい、そこら辺ねちょっと反省 していきたいと思います。まあ、今日はねあんまりこうプレイじゃなくて、喋る方に集中しないで、もうプレイに集中してねやっていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。はいはい、ジャムね、ジャム見るたび思うけど、これエロいよな、服がエロいよな。まあみんなね、みんな誰しも思ってることだと思いますが、はい、もう無駄話しません。しかも別に苦手キャラとかでもないし、 OK、 投げ越してただけだけど。はい、ここ金馬ね、いい、美味しいよ。はい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 、このね対空からのこのダメージ量えげつない。そろそろバースト使ってくるような気がするな。おら、くっそ、ダメだな、あんまジャムにマイピーは良くないわ。てか、カイと違ってシン別にマイピー打点高いからさ、地上戦で使ってもあんまりいいって感じだね。使うんだったら対空ですね。はい、じゃあ、やっぱダッシュエンエスとかがいいのかな。マチャボーもよくやってますけどね。で、ああもうやっちゃった、6ハイスラーは当ててこっち有利なんで、もう芯にしてはね、これこれね、これ当ててこっち有利です。芯にしてはもう珍しいから、当てて有利技とかもないんじゃね。昔はエルクが当ててプラス2ぐらいだったけど、なんか修正入ってプラス2じゃなくなってるからね。だから昔はエルクダッシュコピーとかミピーみたいなのがねすごいよくやられてましたけど、最近はそんな見ないですね。こっち不利なんで、てかやばい、なんだっけ、これなんだっけ、イザダミの構えって何だっけ、これ食べられたね。うん、まあもうどっか行っちゃったけど、あ、これ投げね、投げも投げがもう化ける、やばい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 、これやばい、これやばい、カロリーゲージないのもう無理。はい、こうやって切り返したけど無理やり、やべ、あ、もうさ、マイピー反応できないんだけど、早すぎてテーダーが。まあそれがね、なんだっけ、ジャムの強みだから仕方ないんだけど。あ、それで逃げれんのか。あそこでダウンバースね、考えてるね、ちゃんと。あれだけでこれで終わりね。はい、まあこんな感じですよ、集中したらね。って言っても結構喋ってましたけど、この頭のアクセサリー毎回気になるんだけど、ウーロン茶のこれ空き缶だよね。黒ウーロン茶かな、色からしてマジで気になる。セブンイレブンによく売ってるわそれ。はい、こんな感じです。いや、ほんと真の昇竜強え。何キャンセルできる昇竜真に持たせてんの、ほんとに頭おかしいからな。パチーパチーパチー、頭おかしいっすわ、ほんとゲージあるんで使っていきましょう。まあ、ゲージあるときはね、どんどん使っていっていいと思います。あ、そこデッドアングルね、やべ、あぶね、こうマイピーである意味があったかっていう。どうしても癖でマイピー押しちゃうんだよな。さっき言ったけど、全く学べてないわ。多分発生とかから、もう、NS の方が強いと思うんだけど。いや、ここコンボ見せて、金馬に刺してのゴミだな。まあいいわ。まあ多分勝てるでしょ。うん。いや、ここ繋がってないけど、よかった。いやー、ゲージ使ってくれた。あ、ゲージ使って見せてくれるのありがたい。あ、これはどうだ。お、取るけど、もうその後が、あー、リバーサ持ってんだったな、こいつ。リバーサ昇竜、え、そこでデッドアングル、これさ、勝ったかな。もう一発、くっさいね。あ、勝ちましたね。まあ、苦手キャラじゃなかったっていうのもありますけどね。はい、てな感じでね、今日は
なんとかね、無事勝てる動画上げることができました。しかもなんかランクアップしたし、早っ。ってことで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。